無我の境地で面を打つ北沢如意さん、この道30年の精魂を込めています。京都南禅寺の一角に仕事場を持つ北沢さん、今日は面の素材を求めて市内の材木店へ。やっと良質のヒノキ材を見つけました。探し求めた素材を早速輪切りにし原型作りです。面打ち、この言葉通り広い僧帽にのみの音が響き、面は打ち鍛えられるのです。荒削りが終わると再びのみが研がれ、いよいよ面を細かく彫る作業が始まります。一心に面と対座だが、苦心の策にも心が通わず、やおら取り出した塔で一思い、面を作っては当代随一と言われる北沢さんの苦悩のひとときです。ここ最小院に時折この面打ち師を訪れる一団の人々がいます。能面に魅せられ、これを長く伝えようと決心、面打ちを始めたもの。面集会十人衆と呼ばれ、市を中心に面作りに精進しています。打っては壊し、また打つ、ようやくの思いでできた会心の策。唇に塩を入れると面は生き生きと輝きます。夜の更けるのも忘れ、小面を手に出来具合を調べます。面の左半面は物憂い、右半面は明るい顔に仕上げるのが優れた面打ちとか。翌朝この作品を携え金剛流の家元を訪問、会心の策を披露しました。素晴らしい出来栄えです。この小面で演ぜられる幽玄な能の舞台、ただ一人正座して能の心を求めてやまない北沢如意さん、面打って30年の心意気が役女としています。